サンダースローシュリンプサンダースローシュリンプは1930年代にカウズのサンダースロー社により製造されたイギリスの複雑4発エンジンの実験用飛行艇である。シュリンプはショートサンダーランドの代替機を求める要求仕様 R5-39 に応じた4発紹介飛行艇サンダースロー S38 開発の一環として縮尺1。 二大の研究機として1939年に H の裏により設計された。R5-39 計画はキャンセルされたが、シュリンプはプライベートベンチャーとして完成した。機体記号 GFS を付けた機体は1939年10月にカウズで初飛行を行い、この機のためにスリップウェイが設けられたアングルシートのビューマリスを拠点として試験が行われた。 1944年に航空生産省がこの機体を買い上げ、R5-39 計画の後継機として、サロ社とショートブラザーズ社が共同開発したショートシェトランドの設計のための試験を行った。元々の装備翼は一枚の垂直尾翼に取り替えられ、停滞はシェトランドを模したものに改造された。シュリンプは1949年にフェリックス島で 廃棄処分にされた。出展、オープレインズオブザセカンドワールドウォーボリューム5、フライングボーツ初現性能、ジャレット1991、P146、ジャレット1991、P148、グリーン1972、P90。ありがとうございます。